5年ぐらい前ですけども、私ね、広島で麻雀店を10年ぐらい経営してましたね。で、麻雀店が終わるのは深夜12時過ぎなんですよ。まあですんで、お店の鍵を閉めて帰途に着くのが深夜1時とかでした。その時間にお腹が空いたなと思って食べれるのは、本当お店を出てね、すぐのところに1分ぐらいのところにラーメン屋さんがあったんですよね。まさにそれが一風堂だったんですけども、今日ね、この一風堂のラーメンまたね作ったんですけども、この味さらに店味って書いてあるんですよ。ここにね、この味さらに店味ってちょっと反対になってすみませんけども書いてあるんですよね。まさにこれね、お店の味と同じような味がします。ですんで、私今田舎に住んでますんで一風堂ないんですよね。このカップラーメンで当時を思い出しながらね、懐かしく夜食をいただいてます。まあ夜食しても、もう朝食ですね。今朝6時16分ですから。で、このね、なんですかね、麺の硬さもちょっと調整しながらね、ちょっとね、私の顔見てもしょうがないんでラーメンを移しましょうか。これね、店の味ですよね。スープのね、再現度がものすごいいいです。そしてこのチャーシューの上にね、これ乗っかってますね。これがこれをちゃんと混ぜて麺に絡めて、おお、食べる気が盛り上がってきた。それではね、いただきます。おほほ、最近はね、あの未来少年コナンをね、岡田斗司夫さんの解説と合わせながら見てるんですよね。カップラーメンっていうのはね、本当に進化してますね。地球が滅亡してもカップラーメンはなくならないでほしい。かつて松本零士さん言いました、ラーメン、人類の味の永遠の友。私もラーメン大好きです。ありがとうございます。